Hello, this is Hiroshi Hayashi, Japan. Lully from Beethoven's No. 9 Symphony is one for mysteries. Freemason vs. Roman Catholicism. In Japanese, Beethoven の大工交響曲はミトラ教参加の交響曲であった。その背景には、血まんさいフリーメイソンとカトリック教の戦いがあった。ベートーベンは、シュラーの詩を使い、そしてNo. 9 Symphony を作曲するわけですね。合唱付きです。このシュラーという人はですね、どういう人かと言いますと、フリーメイソンですね。そしてこのベートーベンが使った詩は、フランス革命でも歌われてたそうです。で、もともとベートーベンがですね、この大工に使った詩というのはですね、フリーメイソンが、まあ、なんて言いますか、シーラーがですね、フリーメイソンの大会のために、ドレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれた詩であったということです。ここが重要ですね。で、ベートーベンは生涯にわたってシーラーの収集を愛読したと。ベートーベンがフリーメイソンであったかどうかということについては記録がありません。では、ここで神々のおさらいをしておきます。かつて一人の神がいました。そしてこの神にはナンバー2がいたわけですね。このナンバー2が掟を破ってですね、人間に遺伝子操作をしたのでしょう。火の使い方を教えてしまったのです。すなわち火の使い方というのは象徴的な出来事でして、つまり人間に知恵を与えたんですね。で、神は怒りました。そしてナンバー2を神の国から通報したわけであります。鎖に巻かれ、そして、まあ、天国から追放されたわけですが、一方人間は火の使い方を覚えました。知恵を与えられました。右の一方の人々は神をモーゼと呼びました。左の一方の人々は彼をゼウスと呼びました。モーゼと呼んだ人々は神を絶対視し、そして神の掟を破ったナンバー2を悪魔としました。一方、ゼウスと呼んだ一方の人、左側の人々は、まあ、ゼウスと対立し、人間の立場からですね、そのナンバー2を称えました。こうして神は二つに分かれたわけであります。この二人を比べてみてください。右はミケランジェロが彫ったモゼ像です。左はギリシャに残るゼウス像です。そして右の方はルシファーとなり、左の方はプロメテウスとなったわけであります。ただ彫刻として残っているルシファーにしてもですね、後に出てきますケラブにしても、女性の形、女性の体をしているんですね。ここが何て言いますか、後世、まあ、ギリシャ、あれは左の方は中世に描かれた絵ですけども、混乱するところですね。そして右の方はキリスト教へと引き継がれ、そしてローマンカトリックへとつながっていくわけです。左の方は、ミトラ教となり、そしてやがてその両者の対立といいますか、溝が深まるわけですね。キリスト教は、5世紀の後半にですね、ローマ国教となると同時に勢力を得て、徹底的にゾラスター教、ミトラ教を弾圧し、ミトラ教を、まあ、粉々に破壊するわけです。今に見るように跡形もなくなるほどまでに粉々に破壊します。その過程の中でルネサンスが起こり、右の方にはダヴィンチ、左の方にはそれに気づいたミケランジェロがつくわけであります。その戦いの様子はシスティーナの礼拝堂の天井画を見ればわかります。それについては精査しましたので、どうかご覧になってください。音楽の世界にとって例外ではありません。ハイドン・バッハですね。それは、まあ、ローマ・カトリック側につきます。そしてモーツァルト、ベートーベンは、左側、はっきり言えばもうフリーメイソン側につくわけです。モーツァルトは魔敵の中で痛烈にローマン・カトリックを批判し、ベートーベンは今日述べますように大工を通してローマンカトリックを批判するわけであります。そういう中で1789年に
フランス革命が勃発します。人々は自由を求めて戦いました。フリーメイソンとローマンカトリックの対立は根が深いといいますか、ルネサンスを通し、そして現在にまで伝わっているということなんですね。で、ローマンカトリックにしてみればですね、フリーメイソンはまさに目の上のコブといいますかね、まあ天敵のようなもんですね。ですから歴史の中で、長い歴史の中でローマンカトリックはフリーメイソンを徹底的にといいますか、ここに書いてあるように弾圧といいますか、押さえつけてきたわけであります。各国の世俗権力にフリーメイソンを弾圧を行うように強く要求していると、こうした歴史があるわけですね。魔女裁判やユダヤ人迫害と大同小異の代物であると。波紋という言葉を簡単に言いますけれども、信仰の外にいる人にはなかなか理解できない言葉ですけども、信仰の中にいる人にとっては波紋というのはまさに自己否定といいますかね、全人格を否定されに等しいわけです。まあこうした動きが例えばニューヨークでは構想して3万人いた会員が300人まで激減したそうです。では大工の歌詞を見てみましょう。歓喜に寄せて、この中にはいくつか、まあ、ミトラ教を思わせるヒントがあります。エリゼウムですね。ナジの柔らかな翼が止まるところで、この翼という言葉にちょっと注目しておいてください。そしてまあここなんですね。地天地ケルビムは神の前に立つ。地天地、地天使という言葉を使っているところに注意してください。星空の彼方に神がいるというわけですね。少なくともこのベートーベン、シラーが歌った神というのはキリストでもなければ、キリストの父エルシャダイでもないということです。星空の上に神を求めよう、星空の彼方に必ず神は住みたもうと、ベートーベンは高らかにこう歌い上げたわけであります。エリゼウムというのは今でもなくギリシャ神話に出てくる天上楽園のことなんですよね。ギリシャ神話の方なんです。ギリシャ神話というのはミトラ教もしくはゾロアスター教の世界を彫刻として具現化した世界なんですよね。ギリシャ神話、ごめんなさい、神話化したものです。これがキャラブなんですね。ウンテルステッドフォールゴーですか、あの神の前にキャラブが立つって歌ってますね。ここですね、ウンテルキャラブステッドフォールゴー、ここがもうフォルテで非常に強く歌われるところですね。地天使ケルビムはですね、神の前に立つと、そのように歌っているわけです。じゃあケルビムは誰かということなんですね。これは、キリスト教側がのイメージによるケルブです。チェラブですね。これは中世に描かれた絵なんです。ところがですね、これはルシファーなんです。これはペルシャでは大変恐れられた悪魔ということになってますね。紀元前に作られたレリーフです。ルシファーです。ルシファーはキリスト教の世界ではサタンということになるわけですね。ところが最も美しい大天使であった。ただ残念なことに女性とか男性とか書いてないんですけどもね、最も美しい大天使であったと。それがまあ神の意向に反して天国から追放されるわけです。これらの例はキリスト教側によるルシファーのイメージ化です。がこのルシファーを見ますと、
それほどもなんて言いますか、怖い女性には見えないんですね。むしろ穏やかで優しそうな顔をしています。左がケラブです。右がルシファーです。すなわちこの2つの写真を見比べてみる、見ていただくと分かりますように、ルシファーとケラブは同一人物だったんですね。すなわちここで運転をケラブしているフォーゴートで歌っているケラブというのはルシファーのことなんですね。しかしこれはキリスト教側にとっては誠にもってまずいわけです。サタンのルシファーがですね、神の前に立つというわけですから。さあ、ここでもう一度繰り返しますけども、ベートーベンが大工の中で歌ったといいますか、シラーが歌い上げた神というのは星空の彼方にいるということなんですね。イエス・キリストでもなければ、イエス・キリストの御父でもないわけですね。エルシャダイでもないわけです。星空の彼方にいると歌い上げているわけです。そこでベートーベンはトルコ風行進曲ということに言われますけど、トルコ行進曲を大工の中に織り込みました。なぜベートーベンはトルコ風行進曲をですね、大工の中に織り込んだかは、これを先ほどの図をですね、逆に見ていくと分かるんです。システィーナ礼拝堂、ディカラ、ミケランジェロ、マク、ダヴィンチ、ミトラ教、キリスト教、ギリシャ神話ですね、まあ、そうした世界を逆にいきます。実はこの神の前に教があったわけですね。ゾラスター教、すなわちここにミトラがいますけども、この帽子を見てください。これはフリギア帽です。フィリジアムキャップと言いますね。フィリギアというのはもともとはトルコ中部の古名なんですね。古い名前なんです。ここにありますね。ミトラ教はここで生まれ、そして前1世紀にはペルシャ一帯に勢力を広げたわけであります。じゃあナンバーナインのと、それからフリーメイソンの関係、もう一度復習してみますと、フリーメイソンの理念を支持したものであり、ドレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれたものであるということなんです。だから私は大工交響曲はミトラ教傘下の交響曲であったと断言します。その証拠にといいますか、ローマンカトリックはですね、ナンバーナインを演奏したことはありません。なぜならば彼らはその理由を知っているからです。あるいは演奏することができるでしょうか。ということで話は終わりますが、最後にもう一つだけ皆さんに謎を話したいと思います。先ほど言いましたように、右がモーゼです。左がゼウスです。16世紀に作られたミケランジェロの右の彫刻、そして紀元前に作られたゼウスの彫刻、その間の1500年という流れがあるんですけども、この両者は同じです。ただ写真を撮る角度がほんの少し違いますので、見にくいかもしれませんけども、どこでどうやって、そしてなぜミケランジェロはモーゼの顔に似せて、ゼウスの顔に似せてと言った方がいいのかな、モーゼの顔を彫ったのでしょうか。謎が残ります。 Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Taka, Japan. Today's story is about the mystery of freedom. Where did the freedom come from? Or you may ask yourself if you're really free or not. This is a story about it in Japanese.フランス革命です。この女性を見てください。マリアンですね。この女性を見てください。この頭に注目してみてください。この女性は頭にフリギア帽をかぶっています。フリギアというのは古代トルコ中部の国名でした。フランス革命の
当主たちは皆このフリギア帽をかぶっていました。そして自由、平等、友愛を求めて戦ったわけであります。これがフリギア帽です。これは革命歴といいまして、それまでカトリックが使っていました、グレゴリー歴に対してですね、フランス革命軍が制定した暦です。あまり人気が良くなくて、この革命歴はそれほど長く続きませんでしたけども、この革命歴の女性もフリギア帽をかぶっています。これがフリギア帽です。なぜフランスの革命の当主たちはフリギア帽をかぶっていたか、ここに一枚のレリーフが今ありますが、言うまでもなくフリギア帽はミトラ教のミトラの、シンボルでもあったわけですね。でもう一度この流れを見てください。ミトラ教があり、古代ギリシャがあり、彫刻で表されていた世界ですね。そして時代が飛びますけども、その先にフリーメイソンがあるわけです。その一方で、旧約聖書の流れを組むユダヤ人の、キリスト教があったわけですね。そしてルネサンスの時に大きくこの2派が対立します。ダヴィンチと、それからミケランジェロですね。ダヴィンチは明らかにリプタリアンの助けを借りていました。そしてその先にローマンカトリックがあり、そしてフランス革命がそれに対して勃発したわけであります。ルネサンスはまさに暗黒の時代だったんですね。一般民衆はなぜフリギア帽をかぶって戦ったか、この構図を見ていただければわかると思います。そしてその先にアメリカマンが生まれ誕生し、自由の女神像がフランスから送られることになったのであります。世界中が、国旗がですね、サンタカタリーナの国旗、それからニカラガ軍の紋章、みなフリギア帽を使っています。その理由はもう皆さんお分かりですね。